今回はフルモデルチェンジするオフショアゲームロッド、シーラプチャー、キャスティングモデルが6機種、ジギングモデルが4機種についてお話しさせていただこうと思います。今回のモデルチェンジにあたって、キャスティングモデルであればより遠くへ正確にルアーを飛ばす、でジギング、キャスティングモデルともになんですけれども、使うルアーに魅力的なアクションを加える、で魚がかかった後にキャッチに至るまでターゲットにアドバンテージを与えず、こちら優勢で魚とのファイトを進めるといったロッドに必要な基本スペックというのは向上しているのはもちろんなんですけれども、今回はそれプラスアルファのスペックが追加されております。そのプラスアルファの追加スペックというのが、ポータビリティ、傾向性の良さ、持ち運びの良さ、全て10機種ともに、この不等長の2ピースモデルとして姉妹寸法を140センチ未満に全て収めております。でこの不等長で、このジョイント部分で、竿が曲がった時にベントカーブが不自然になるんではないかとかいう疑問をお持ちになる方もいらっしゃると思いますので、竿を曲げながら、一本一本、竿についてお話しさせていただこうと思います。はい、まずは STGS66 の ML キャスティングモデルですね。これの最大の特徴というのが、6フィート6インチというオフショアのキャスティングロッドにしては短い、この短さというのが特徴で、乗り合い線の胴の間、要は喫水が低い胴の間でのアンダーハンドキャストであったりとか、プレジャーボートも基本的に喫水が低いボートでのアンダーでのキャストであったり、ロッド操作、ルアーにアクションを加えるとき、ロッドを下に向けて操作するときの操作性の良さ、これが最大の特徴なので、例えば使い方としては取り回しがいいので、まあ、シーラゲームで言えばシーラのふらつきを打つとか、あとは突然ナブラが湧いたときに取ってすぐに投げてすぐアクションが加えられるという、この短さが最大の特徴ですね。続いては STGS の76の ML、7フィート6インチという長さで、ML クラス、この7フィート6インチという長さで、例えばギグであったりとかの遠投性が高いので、遠くで湧いてるナブラに、近づくとナブラが沈んでしまうとか、船の音でナブラが沈んでしまうとかいうのを、なるべく沈む前に遠目から打って、ナブラにルアーを、ギグを打ち込んで魚をかける、その遠投性の低く、ML クラス、そこがこれのこの竿の特徴ですね。次が STGS の76の M、 このモデルですとキャスト可能なルアーが20から 80g、 オフショアのキャスティングシーラであったりとか、カツオ、キメジ狙うときに、ほぼ使えるルアーを網羅するモデルですので、オフショアゲームを始めようという方のまずの1本にはおすすめですね。でまだ、使い勝手が汎用性が高いので、オフショアゲームに慣れている方もその使い勝手の良さというのが一つの武器になると思うので、基本的な一本になります。続いては、STGS78 の MH、 比較的大きなプラグを投げられるパワーはあるんですけれども、7フィート8インチという長さが、アンダーハンドで投げなければいけないシチュエーションであったりの時に取り回しの良さが、優れてますね。それと MH というあまり強くない、強すぎないパワーが、魚かけてからも魚がかかってからも竿が曲がるので、体力、体への負担が少ないので、キハダであったりヒラマサやってみたいんだけども体力的にちょっと自信がないなとかいう方には、曲げて取れる竿なのでおすすめです。でもまあもちろん、やり慣れてる方にとっては、MH パワーなので、シンキングのペンシルを遠投で、ナブラに打ち込んでフォールで食わせるとか、小さなというか、キハダであったり狙う時に比較的小型なルアーでも、飛距離を飛ばすことができるというモデルですね。続きましては STGS の 81の H、こちらのロッドですと 120g のルアーまでキャストができて、
ダイビングペンシルもしっかり水に絡めてアクションをさせることができるティップを持ってる一本ですね。ですのでキハダであったりヒラマサのキャスティングゲームのスタンダードになる一本だと思います。僕もちなみに、この 81H をベースにキハダヒラマサのゲームは展開してます。はい、次が STGS の 83H+、 H+ というパワーを持つシーラプチャーのキャスティングモデル最強ロッドです。こちらですと 150g までのルアーキャストが可能で P85 ですので、大型のキハダであったりとかシチュエーションで、どうしても止める釣りヒラマサを根に入るヒラマサを止めるような、パワー勝負の時に向いてる竿、ガチンコ勝負の一本ですね。ここからは、ジギングモデルになりますけれども、まずは STJS の 62MLこちらスピニングモデルで 60g からのジグを操作できるので、稲田であったりとか比較的小型のターゲットとも楽しく遊べる竿なんですけれども、例えば、ワラサであったりサワラが小型ベイトに変色している時に小さなジグを使ってかけてからも、力負けしないだけのバットパワーがある一本になっております。はい、続いてが、STJS の 62M+、 こちらのロッドが、200g までのジガロみたいなロング系のジグをスライドアクションさせることができて、かつ6フィート2インチというそれほど長すぎないロッドレングスが、例えばこうドテラで流してて糸が斜めになってる時にジャカジャカ巻きをしても体に負担がなくアクションを加えられるので、多彩なアクションで、青物にアピールできる竿ですね。続いてが STJC の、511の ML、 こちらベイトモデルになるのでスピニングモデルでは演出できない細かなアクションをルアーに加えることができますし、加減が 60g のジグから使えるのでスピニングよりもより繊細にターゲットにアプローチができる一本ですね。で ML クラスなんですけれども、スピニング同様バットパワーはしっかりしているので、想定以上の魚がかかったとしてもバットパワーで受け止めることができるので、パワー負けすることはないですね。はい、次がですね、STJC の 511M+、 こちら 200g までのジグをイメージ通り操作できるベイトモデルで、青物のファイト中の急激な挙動の変化、走れの向きが変わったりとかっていうのにも対応できるように、ブランク素材テーパーを考えて、作り上げてる一本ですので、近海ジギングでは、出番の多い機種になりますね。さて、ニューシーラプチャーの説明いかがだったでしょうか。皆さんのスタイル、狙うターゲットに合わせた機種を選んでいただいて、オフショアゲームを楽しんでいただけたらと思います。